最終エージェントセカンドシーズンエピソード1やっていきたいなと思っております。記念すべき毎週エージェントセカンドシーズン一発目のガチャいきましょう。そやーロシアマジロシアマジマラフクスタール、えマジバチバチの補強しちゃった。なかなかこの光景見られないよ。見てさあ走っている2段地区、2段地区から来るか、ほうほう、よーし決めていく。ボーエン、ボーエン中のウィンドから決めていく。しっかりと学級し勝利していきました。ありがとうございます。いや嬉しいね、これが勝利の味か。皆さんどうもこんにちは、ヒカックゲームズです。ということで本日もウィレアプリ2020やってきたなと思います。本日はですね、毎週エージェントセカンドシーズンエピソード2やっていきたいなと思っております。いや今週の水曜日からですね始まったこの毎週エージェントセカンドシーズンなんですけど、もうねめちゃ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 やりたかった、もうエピソード2早く補強したいので、はい早速内容言ってみたいなと思っております。で前回の動画なんですけど、本当にたくさんの反響ありがとうございました。ちょっとね想像の10倍ぐらい反響いただいて、僕が一番びっくりしてるんですけど、めちゃめちゃ嬉しかったですね。まあ皆様の期待に応えられるようないい動画作っていきたいなと思っております。こんな新聞とかも作っていただいてめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、あとはですねツイッターとかで毎週エージェント変装しますって人が本当にたくさんいらっしゃって、まあ同じペースでやると大変だと思いますので、まあそれぞれ自分のルールで別になんかみんなと合わせる必要ないと思いますので、僕のこの企画ってなんか FP とかアイコニックとかレジェンドとかそういうガチガチスカッとじゃなくてもウィレって楽しめるんだぜみたいな、なんかそういうところを伝えていきたいかなと思ってるので、まあそれぞれですね自分のペースに合ったルールを設定して楽しんでいただけたらすごく嬉しいなと思っております。で前回のコメント見ていきましょうか。毎週エージェントバージョン坊主来ちゃー。坊主は関係ねえだろう。この嬉しさ例えるなら、前から気になってた女子が文化祭で自分のクラスのブース来てなぜか名前認知されてた時ぐらい。うんわかる、その気持ちわかるけど僕男子校でした。24歳以下のスカウトから白玉の超若い選手を取って、その選手を比較 FC のエースとして扱ってシーズンを通して成長させていくっていうのも面白そうだから意見として挙げておきます。あの前回の毎週エージェントからこういった意見すごく多くて、僕自身もですねこれやりたい気持ちあるんですけど、そこまでやり始めるとちょっとルールが複雑化して途中からですね見る人がついていけないってなっちゃうので、すごくありがたい意見でして、こうやって伝えてくれるの嬉しいんですけど、ちょっと実現は難しいかなと思っております。待ってたよ、一番ヒカクさんの動画で好きなこの企画ありが、最後まで言ってくれよ。はい、ということでこの企画のルールなんですけど、まあ特にそんな詳しくは説明しないですかね。まあ前回話したので細かくは説明していかないですけど、はいこんな感じの企画でやっていきます。で一個だけですねルールの変更があって、視聴者参加型ガチャ補強のところなんですけど、前回先行評価ごとに1回って話をしてたんですけど、これをですねちょっと1500に上げさせてもらいたいなと思っております。まあ前回 1.6 万いいねということで1500でも大きく超えてるんですけど、まあおそらくあれはね最初だったからっていうのもあって、今後ですねまあ5000、4000ぐらいの高評価に落ち着いてくるかなと思ってますので、まあなんかちょうどいいところっていうと1500ぐらいなのかなというところで変えていきたいなと思っております。まあ引き続き上限は5回でやっていきますので、まあ今回もですね面白いないいなと思ったら高評価をしていただけたらすごく嬉しいなと思っております。ということで今週もですねガチャ補強やっていきたいなと思うんですけど、前回高評価カンストしておりましたので5回補強やらせていただきたいなと思います。いつもサポーターの皆さんありがとうございます。ということで、どうしよっかな、この補強がマジで大事なんだよな。2周目ということで5回引けるので、まあゴールキーパー1回、あとはミッドフィ、いやディフェンダー2回かな。でディフェンダー2回でミッドフィルダーフォワード、この順番でいきましょうか。ではいきます、この2周目でねちょっと黒玉出せるとね、黒玉出せるとだいぶ気持ち的には楽になってくるので、さあ1回目2連打いいよ、来ちゃってもいいよ、全然全然動画の展開的にはね完璧だから。起きた、イングランドいいね。さあイングランドから黒玉あるよ、レッツゴー。黒玉出せるとだいぶ気持ち的には楽になってくるので、あー来た来た、ほらほらほらね、ほら見ろ、ほらリラロ、来た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 、誰誰誰、はい、あこれはさあラポルトじゃない、ラポルトじゃない、えオッケー、よし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 、いややっぱね持ってる男よ、マジで来た、ありがとうございます。そしてグスタボ、おぼってグスタボゴメスじゃん、えこれさ、えグスタボゴメスもめちゃめちゃ強いよね、えラッキーラッキー。そしてラファエルペレス選手ありがとうございます、完璧な補強。いやーまあ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 神様がね微笑んでると言っても過言ではないのかなと思っております。さあゴールキーパー行きましょう。さあゴールキーパーはですね前回ルニョフがだいぶ活躍してくれたので、まあグロフでもいいかなってとこですけど、さあフランスレッツゴー、先に球、まあ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 。レジグルトネス選手、アシエル・リエスゴ選手、フェルナンド・モネッティ選手、ありがとうございます。リエスゴの、ちょっと不安そうな顔、大好き。
さあ再びディフェンダー行きましょうか。なんかディフェンダーさっき黒玉来たから、ちょっと2回連続ディフェンダーから来ちゃったら、さあある意味比較系 FC の伝説に残りますけど、さあおーおーおーびっくりした。ベルギーね、イングランドかと思ったらその右のちっちゃいとこ打ち抜いていったね。ライピス、サルドア、ゴンサロ・ロドリゲス、ありがとうございます。さあ残り2回っすね。いやミッドフィルダーフォワードかね、ミッドフィルダーはねなんだかんだ金めっちゃ多いんだよね。確かもう3人いるので、まあ黒玉あとは金でもね優秀な選手来てくれたら嬉しいですが、おイングランドなんか波来てるね。レッツゴー。おーい、これ待って。あれこれリバプール？おー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 、待って、え、やばいってこれは。え、南野選手来た。よー来たね。日本人枠、前回の比較系 FC で言うと長友選手なんかがずっといましたけど、いや待って、ノリに乗っちゃってんじゃない。はい、南野選手、アレックス・クラール選手、マルコ・パヤッチ選手、ありがとうございます。最高。もういいかな、今週もういいよね。なんかもう満足の結果だ、正直言って。もうこれでね、動画エンディング入ってもいいんじゃないかって感じですけど、そのタイミングからね、ここからみんなの安心感を誘ってしっかり引いていくのかって言いながら、はい、オランダですと、レッツゴー。あー銀玉、まあちょうどいい補強かな。まあやっぱりね、いい時もあれば悪い時もある、そのねバランスの中で人生生きていきますからね。さあ誰が来るでしょう。カリム・フレイ選手、メルガレホ選手、エデル、あ待って、エデルか、これスパサブエデルじゃない、待って、ついにスパサブ加入来た。オーケー、来た、エデルいいね。スパサブ、今はねもうスパサブってだけで希少ですからね。はい、ありがとうございます。ということで、ちょっとチームメンバーの整理いってみたいだと思います。やっぱり毎週エージェント最高。さあということで、今週のですねチーム作ってまいりました。こんな感じになるかなと思います。てかさ、ディフェンス陣強くね。いやめちゃめちゃいい補強できてるわ。だってサール、ラポルト、グスタボ・コメス、フアン・アングロでしょ。もうこれで完成まであるからね。今週はですねこのメンツで戦っていきたいなと思っております。で、今週のですね新加入目玉選手みたいのを紹介するコーナーやっていこうかなと思うんですけど、まずは南野選手。やっぱね南野選手強いわ。こうやってみると適性も広いし、能力もまあまだねちょっとレベル上がりきってないんで微妙かもしれないですけど、まあ安定感あるし、スキル山だよ。ワンパスルパダブルタッチチェイシングに、ミドルシュートとか持ってんだよ。いや絶対的に強いでしょこれね。南野選手と、あとはですね、まあグスタボ・ゴメスも安定して強いんですけど、あと面白かったのはまあやっぱエデルいいっすね。エデル190センチで身長もあって、でまあ能力はねこちらもまだ1レベルですけど、まあフィジコン87乗ってたりとか、スピード瞬発もまあまあありますし、スパサブのワンパ持ちということで結構いいと思うんですよね。てかプレイスタイルなんだっけ、プレイスタイルポストプレイヤー、あボックスストライカーか、まあちょっとここがあれですけど、まあまあまあでもエデルいいっすね。であと面白かったのは、サブに入れてるこのレモス選手なんですけど、センターバック登録なんですよね。あセンターバックかって思ったんですけど、敵戦見てください。はい、チープできます。もうねどっちもいけと、上も下もどっちも攻めてくださいと言わんばかりのこのね適性なので、ちょっとね最悪本当にセンターフォードに困ったらレモス先発で引いてみたいなと思っております。ということで、このメンバーでやっていくんですけど、そうだ、育成ルールがですね今作からちょっと変わっていて、チームに加入しなかった選手を育成するルールになってるんですけど、まあ育成はやっぱりボーメンかな。 OK、 じゃあ育成していきましょう。まあ多分ね大して上がんないとぶっちゃけ。で今回入んなかった選手がゴールキーパーとセンターバックなので、まあぶっちゃけね、まあ1レベル上がればいいかなぐらいですね。ということで、さあよろしくお願いします。さあボーメンどこまで行く。あ結構行く。あれえまあまあ行くんだけど。おー、まあ、最初の方だから上がりやすいっていうのはありますけど、結構上がりましたね。オッケーオッケーオッケー。さあ、防衛がしっかりと11レベルになったところで、では、このまま試合の方行ってみたいなと思います。今回はですね、まあ、TP1900 の縛りにしようかな。前回1800にしてたんですけど、100上げて、1900の相手と戦っていきたいなと思いますので、これから視聴者さん募集していきたいなと思います。ということで、今週もいい試合していきます。レッツゴー。今宵も比較系 FC の戦いが始まろうとしております。プレシーズンマッチ第2節ということで、まだね、公式戦ではないので、まあ、気楽な気持ちでやっていきたいなと思うんですけど、今回はですね、日本の J リーグのあのチームとの対戦になりそうなので、はい、頑張って戦っていきたいなと思います。さあ、大宮アルディージャ、富士さんよろしくお願いいたします。さあ、調子大事だよ。調子微妙だな。まあ、でも、南野選手使いたいから、このまま行こう。ごめんなさい、ちょっと試合設定、やばい、時間ない、試合設定直して、お相手さん、こんな感じっすね。おっと、これ、多分オーミアルディジャスカットっすよね。はい、ということで、よろしくお願いいたします。まだちょっとチームスピリット的にはですね、低いところもあるんですけど、まあね、ウィデアプリはチームスピリットじゃない、そんなところを見せていけたらいいかなと思っております。さあ、行きましょう、キックオフしていく。
さあこの瞬間が楽しいんだよね。でちなみに前回のね動画とかも見てて思ったんだけど、やっぱねミランチュクが結構いい動きするんですよね。なのでセカンドトップの選手に当ててからのミランチュクの飛び出しを使うとかって結構重要な気がしてるけど入らない。そのミランチュクはねなんか2列目からの飛び出しではないですよね確か。ないんだけどめちゃめちゃ上がってきてくれる。ナイスバランスサール、さすがすぎんだろサール。縦入れる、はい、ここもう一回サイオ防衛防衛、エースの素質エースの素質、比較級 C のエースありえるか、オッケー、よーし決めていくさ。開幕戦南野のゴール、よーし開幕戦で南野選手加入して初めてもうすでに馴染んでる、すでにこんなに重なり合っている。いやいや来た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 、防衛と南野このプレミア2コンビが、いや防衛もうキレキレですよこの動き。さあもう簡単なね、簡単なシュートだけどこのワンタッチシュートで合わせていく。ワンシュー持ってないけどね、オッケー、完全に衝撃のデビュー戦じゃないこれ。ロングカウンター成功してるし、これもうね今週のヒカ新聞は衝撃のデビュー戦でしょこれ。完全に日本からすごいやつがやってきた、ジャパニーズサムライツ、ジャパニーズサムライってなってるでしょもう完全に。さうわうまいね、さあ集中、ここ切るよしっかり、当たっちゃう、当たって取りたいね、ここ取りたいね、頑張れ頑張れ。クローカー選手うまいうまい、クローカー選手がうますぎる。さあルーカス止めろ、ここ切る、しっかり切って、ナイスナイス、やばい、不安アングル、待って不安あるよそのプレーは、そのプレー不安ある、ただここで取り切る、頑張れ、ナイス、オッケー、出た出ちゃった出ちゃった、まあでも大丈夫大丈夫、そういうとこもね、そういうお茶目なところもまだある、まだ未完成のチームだからこそ面白い、それが毎週エージェントだろう。オッケー、ルーカス止めろ取る、はい、さあ南野選手、さあ南野選手、さあ南野選手来るか、来ている、逆サイ振れ、いやー惜しいね、いやー今ちょっとボーウェンさすがに体勢悪すぎたけど、落ち着け、守備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 、ここのカウンターやらせんな、ここ切る、ここ切る、ここでしょここでしょ、おいナイスサールナイス、もうねサールの安定感がねもうマサールって感じだわ、うん、相手よりマサール。これ取りたいよ南野選手、ここここ切る、チェイシング、得意のチェイシングが出るか、得意のチェイシング、得意のチェイシングで読んでいる、さあ完璧なチェイシングだ、さあボーウェンここは逆か、南野、いやー惜しい、こう裏取られないように、裏取られないように、裏取られ、取られてる取られてる裏、オッケー、あーナイスサール、ナイスサール、危ねえ、サルニョフからアングロ、なんかもう愛着湧いてるわこのチームに、このチームにもう愛着湧いてる。さあルーカス・ロメロ落ち着いて、ロメロもねさっきから結構いいんだよね。さあ42分もうこれ終わろう、前半終わろう、話し合おう話し合おう、こけないっす、何してんの、待て待てちょっと待って、もうみんなすごいぞ、お相手さんもちょっと焦ってたね、ここ通るんかいみたいなね。オッケー、クリアクリア、 350GP クリアで褒められると思わなかったわ、こんな3年間もプレイしてて。オッケー、なんとかねシュート0本に抑えてるのがでかいっすね。オッケーオッケーオッケー、エデルいけるか、エースだぞ、エースボーウェンの交代だぞ、エデルいけんのか、僕がやってみせます。オッケー、エデル行こう。さあこのね新加入の南野とエデルで行きたいところ。さああとはどうしよっかな、まあ、ガストンプレイの選手も入れましょうか、ちょっと CMF 薄い適正なんだけど、まあちょっと不調ということもあって、さあやっていきましょう。さあ後半重要よ、集中ね集中ね、ちょっとミランチクのね動きをもうちょっと活かしていきたいところなんですよね個人的には。やばい待って、これ崩されそう、これ崩される、まずい、出ろルナフ、ルナフ行け、飛び出し時オッケールーニョフ、ぎこちない飛び出しだったけど、初めての飛び出しだからね、ぎこちなかったけど。さあ空いている空いている、南野選手チェイシングチェイシングチェイシング、いや無理だ、うわマクシメンコ、マクシメンコがいる。さあマイボール、あと30分、行くぞマジで行くぞ。さあガストンペレイロから、さあ南野からエデル、エデル、いやエデル打ち切りたかったね今、惜しかったけどね。ここ切るよ、真ん中来るでしょ、真ん中は来ない、はい、このねこの選手がめちゃめちゃさっきから変なプレッシャーかけてくんだよな、詰めろ、オッケー、はい待て、いや待って、何まずい、この事故り方まずい、この事故り方まずい、止めろルイナフ、ルイナフ頼む、いやー決められていく、うわー今のはねちょっとね守備の甘さ出ちゃったね正直。ちょっとねお願いプレス、めちゃめちゃガンプレーってやってたから、ちょっとそこが悪いとこあったね。いやーまあ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 頑張ってる頑張ってる、彼らなりにまだね連携もまだできてない中で頑張って守備はしてるから、この失点はしょうがない、もう必要失点必要失点、ここで崩れないことが大事、この流れを取られないようにやっていこう。こういうところのサイドから、やばい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 、読まれた、完全に読まれてる完全に読まれてるけど、ラポルト黒玉の意地、黒玉の位置、待て何してる、危ねえな危ねえ危ねえ危ねえ、さっき加入したからね、さっき加入したから、こういう連携ミスも出る、それがでも成長よ、まあ伸びしろがあるって素晴らしいよ、ミスは失敗じゃねえよ、むしろ成長への糧だよ。サルノフナイス、はい
やばいな。クロスかな。クロス上がってくるか。さあクロス上げさせない。いやーマジか、マジか。それは止めらんねえや。今のは止めらんねえや。マジか。これちょっと敗北の2文字かな、これは。いやでも諦めたくないね、まだ10分あるしね。いやーこれでもクロスか。あれでもどうしようもないよね。クロス上げないように詰めてもよかったけど、どっちかというとパス来るかなって思ったんだよね。あーマジか。しょうがないしょうがない、切り替えていこう切り替えていこう。オッケー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 、切り替え大事よ。さあ最後の交代枠を切るか。誰かいる。出られる選手いますか。ちょリッキー行くか。リッキー行けるか。リッキーアルバレス。僕行きます。僕がチームの流れを変えさせてみせます。さあミランチュクから変わって、さあリッキー、リッキーはもうラッキーとは言わせない。行くぞ。ここで崩れるな、チームとして崩れるな、チームとして崩れるな。ナイス。リッキー、リッキーの力、これがリッキーの力か。さあ南野選手、うわーっといけない。体がもうちょっと強ければ。さあ取れる取れる、ナイス。さあ来た、いけるぞ。2人走っている。来い来い、ガーくそー、やばい。ルナフ、ルナフ行ってくれ、ルナフ、ナイス。ルナフまだあるぞ、まだある。ラストラスト攻めろ、ラスト攻めろ。はいはい、いやこのパスミスは痛い。いや待って、来た。リッキーからエデル、エースボーウェンの交代だぞ。エデルいけんのか。僕がやってみてます。オッケーエデル行こう。さあこのね、新加入の南野とエデルで行きたいところ。ちょリッキー行くか。リッキー行けるか。リッキーアルバレス。僕行きます。僕がチームの流れを変えさせます。さあミランチュクから変わって、さあリッキー、いやー入んない。うわーこれが比較 FC の現状なのか。負けた。ただいい試合だった、めちゃめちゃいい試合だった。最後決めればこのリッキーとエデル、この2人の交代から決められたんだけど、敗北を知ったからこそ絶対に次は強くなれる、そう思ってまだまだ比較し成長していきたいなと思います。ということで、いや悔しいけどね、ワイツさんうまかったね、めちゃめちゃ冷静だった。すごくマッチイベントね、先制はしたんだけどな、悔しいな。いやーまあまあまあ最後決めてればって感じでしたけどね、くっそ悔しいね。いやーでも楽しい、めちゃくちゃ楽しい。防衛しっかりと、今回も評価点マックスですね。そして南野選手もめちゃめちゃ良かったけどね、エデル最後決めてればな。いやーくっそいい試合だった。さあハイライト見ていきましょうか。いや最後のハイライト入ってるかな、これ良かったよね。これしっかりと、まあ簡単な形ではあるけどしっかりと決めて、このゴール良かったね。まあクロスなんだけど、ここからねかわしてからのクロスで決めていくと、いやーこれはナイスゴール。さあ最後入ってる、入ってんで、これさちょっと一生もんよこれ、見てこれ一生もんよエデル。いやーワントラップした方が良かったか。まあまあまあでもね、いろんな意味で思い出残る試合でしたね。はい、対戦ありがとうございました。ということでプレシーズンマッチ現在1勝1敗ですけど、はい、まだまだ8月中はおそらく週 1,2 本投稿でやっていきますので、よかったらチャンネル登録高評価で応援してください。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。